ありがとうこんちは。ゆずこでそれでは今回なんですけども、PayPay ペイペイボーナスが貯まる新サービス、クイックポイント、今だキャンペーン開催中ということで、今回はですね、PayPay ペイペイからまだ興味深いサービスが開始したので、そちらについてお伝えしていこうと思います。 それで今回紹介するサービスはクイックポイントというサービスですね。こちらはどんなサービスかと言いますと、今出てる通り、ペイペイボーナスが手軽に手に入るサービスという、ちょっとしたポイントサービスという感じですね。そしてこのクイックポイントを使ってペイペイをもらう方法というのがいくつかあります。ざっとこんな感じなんですけども、上から簡単に解説していくと、QR スクラッチというのに関しては、1円から最大1万円相当まで当たるスクラッチのことですね。まあこちらに関しては、後ほど僕も実際にやってみますので、そちらで改めて お伝えします次に友達紹介なんですけども、こちらはこのクイックポイントのアプリを友達に紹介したら先ほどのスクラッチのチケットをもらうことができますので、ご友人やご家族に紹介するのも結構ありですね。アプリのインストールなんですけども、このクイックポイントのアプリを経由して、対象のアプリをインストールしたら、ペイペイボーナスがもらえます。ちなみに現在だとこんな風に、ニュースサイトのグノシーをインストールしたらなんと115円分のペイペイボーナスがもらえます。 次、ネットショッピングなんですけども、この画像の上にも出てる通り、クイックポイントのアプリを経由して、Yahoo ショッピングや、セブンネットショッピングでお買い物をしたら何、何パーセント分かの PayPay ペイペイボーナスがもらえます。会員登録や各種申し込みに関しては、楽天トトであったり D スタイルウェブというような、アンケートサイトに登録したら PayPay ペイペイがもらえます。そしたら先ほどお伝えしかけてました、スクラッチのことを踏まえて、このクイックポイントの使い方を簡単にお伝えしようと思います。めちゃくちゃ簡単です。まずは、専用リンクにアクセスして、このように画面が 出てくるのでここで登録を始めるというところをタップします次に利用規約に同意して登録開始をタップします そしたら、ここで PayPay ペイペイのログインが求められるので、電話番号もしくはパスワードを入力します。もしくは、下にもちょっと出てるように、Yahoo Japan ID をお持ちの方であれば、それを入力してログインをします。そして、もろもろの入力が終わったら、このトップページが出て完了です。もうめっちゃ簡単ですね。そして、登録したら今だとですね、スクラッチの2枚がもらえるので、早速僕もやってみました。そしたら、結果はですね、じゃんということで2枚引いて、どちらも19円でした。まあ、ちょっと小額ですけども、これはこれで嬉しいです。で、実際に PayPay ペイペイのアプリを確認したのも、すでに19 19円が2回反映されてますね。 そして今回はスクラッチのキャンペーン中ということもあって10月9日までキャンペーン中でその期間の間であれば登録したらスクラッチが2枚無料でもらえますそしてこのクイックポイントの紹介リンクを使ってお友達やご家族にお伝えしてクイックポイントに登録してもらったらスクラッチの2枚がもらえるので期間は短いんですけどもこのキャンペーンを楽しんでみるのもいいと思います一点だけ注意点がございましてこのクイックポイントからメールが来てまして内容としたらこのクイックポイントの紹介の URL や QR コードが 一時的に使えなくなってしまっているという方もいらっしゃるみたいで、その場合は新たに紹介の URL を取り直してご友人やご家族に送っていただければ大丈夫みたいです。まあ、サービスが始まったばっかりなので何かとこのようなこともありますね。まあ、そんなこんなで今回は PayPay ボーナスが貯まるクイックポイントについてお伝えさせていただきました。もらえる額は少額ではありますけども、僕自身は普段の生活でも PayPay を愛用しているのでこれは嬉しいですね。まだ登録されてない方がいらっしゃいましたらこの QR コードを読み込むか下の概要欄にクイックポイントに関するリンクを貼ってます で気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました